皆様、今回私は大変興奮しております。新しくできた施設をこの堀口カメラが入れるということで、それでは行っちゃいましょう。堀口カメラ in 新若瀬資料、レッツゴーゴーゴー。さあ、こちらが新しくなった若字資料でございます。来ました、若字資料と。シンプルなエンブレムですね。そして入るときはこちら指紋認証が必要ということなんですね。認証されないと入れないと。いや、これはかなり最先端技術を駆使したハイテクな寮ですね。中が気になります。行ってみましょうか。さあ、中入りましてすぐがこちら、ライオンズの栄光の写真ですね。優勝した時の写真がずらーっと。これはちょっとテンション上がる写真ですね。さあ、こちらトレーニングルームですね。こちらも広い、器具も充実しておりまして、はい、向こうにウェイトができる場所もありますね。こっちでガシガシやるんでしょうね。そしてこちらには、まあ、バランスボールですね。これだけずらっと揃ってますよ。すげえ、タイヤ屋さんみたいですね。すごいね。これタイヤですね、これ完全にね。いやー、20キロ。こちらはトレーニングルーム、奥にありますマッサージ台などが置いてある部屋ですね。ここで皆さんこう治療を受けたりね、マッサージを受けたりっていうするってことですね。で、こちら大きい専用機がやっぱアイシングのためですかね。これやっぱ野球の球団にも必要なんですね。さあ、こちらはお風呂ですね。はい、おわ、やっぱ綺麗、いいですね。浴室、あ、2箇所あります。こっちと、あ、これあれですね、なんかジェットですかね、下からジェット湧いてくるのかな。そしてこちら大きめの、いや、これはこの広いバスタブはいいですね。ここは、あ、サウナだ。おお、あ、いいっすね。いや、ここは意外とこの練習終わりとか選手のたまり場になりそうですよね。ここでどんな話が展開されるんでしょうか。さあ、こちらは選手が使うロッカールーム。でもかっこいいっすね、クラブハウスっていう響きがね、いいっすよね。早速、広うわあ、黒を基調 でネームプレートのとこですから、ここは、まあ、やっぱりライオンズのレジェンドブルーをあしらって、わあ、これはかっこいい。あ、一人2レーンってことですかね。 2箇所使えるんですね。それで1人分という、聞いたところによりますと全選手分あるということで、これは気持ちがいいですよね。うわー、どんだけ奥広いんだって感じですね。はー、かっこいい。こちらミーティングルームですね。監督やコーチが打ち合わせする場所なんです。おー、広い。ミーティングルームから室内練習場が見られるんですね。おー、なるほど。ノックを受けてる選手や練習してる選手がバッチリ。これは監督やコーチの目がすぐ行き届く部屋になってるんですね。さあ、こちら食堂なんですが、カフェテリアというね表記になってるんですよ。中見たら分かりますよ。はい、こちら、これはもう食堂というより本当カフェテリアですね。
おしゃれカフェ、開放感もあって、清潔感もあって、あ、こちらにメニューがずらっと並ぶんですね。あ、すごい。あ、メニューの一個一個にこうやって表示されてる、いろいろと。唐揚げだったら1個は128キロカロリーですよとか、脂質とかタンパク、炭水化物は何グラムとか。あ、これはいいですね。選手がいろいろ分かるわけですね。さあ、カフェテリアのちょっと横丁にこちら外に出られる場所がありまして、テラスですね。外に出たらこちらが旧室内練習場、そしてもう旧若獅子寮ということになるんですかね、こちらが。そして目の前が西武第二球場、これはいいですね。さあ、最上階に上がってきまして、ここからは選手のお部屋があるところですね。うわー、なんか廊下、ここに28部屋あるわけですね。うわー、すごい。あ、ナンバリングが振られてて、せっかくですからルーム1ね、1号室ちょっと見せていただきましょうかね。失礼します。まだ誰も入ってない部屋。おお、あ、シンプル。はい、これは感覚で言うと8畳一間っていう感じですかね。まず入ってウォークインクローゼットが広い。いいですよ、結構上も高さもありますから、こう物が置けて、そして、あ、机があるんですね。ほう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 、机、椅子と机があって、物もちゃんとしっかりこう置ける。うーん、あ、いいじゃないですか。そしてご覧の景色ですね。こちら側は第二球場ビューなわけですね。第二球場がしっかり見られて、朝起きて今日はこの球場で練習するぞ、または試合頑張るぞと、これはいい。さあ、やってまいりました、室内練習場、降りてきましたよ。さあ、練習場に見れました。いやー、まあ大きい。これ全体で 50m×50m という大きさを誇ってるそうで、素晴らしいのがこの芝ですよ、人工芝ね。これがなんとメットライフドームで使用している人工芝と同じ人工芝なんだそうです。まあ、ファームの選手がここで練習していればメットライフドームに行っても景色は変わらず練習できると、メットライフドームをイメージして練習できるってことですね。こちらも綺麗ですね。バッティングゲージが4箇所、ここまであれば待たなくても練習できると、打てるってことですね。ブルペンですけども、ホームプレートを数えますと5つありますね。はい、5箇所でピッチャーが投げられると。そして1箇所1箇所の間隔が広いですよね。ですから、まあ隣で投げてるピッチャーも気にならないという。さあ、こちらが駅の方向ですよね。で、ここに室内練習場があるんですが、これこちらの場所からファンの方が上がっていきまして、開放してある時は見ることができるという感じなんですね。これは嬉しいですよね。いや、これはね、ファンの方にとっても風通しのいい室内練習場という感じですね。いいですよね。さあ、室内練習場の位置関係ですが、駅からも歩いてすぐですね、こちらに建物があるということなんですね。で、ここをライオンズロードというふうに呼ぶんだそうです。ここを通って選手はこちらの建物へ。そして今第二球場ある方に向かいたい人はこちらの経路という感じですが、見てください、選手の写真がずらーっと、もう今のライオンズの現役スター選手の皆さんがバーッとこう並んでいるわけですけども、そしてその上にですね、
We are one とあるんですが、今こっちから見ると昔のライオンズの色なんですね。で、逆側から写すとレジェンドブルーになってるんです。ちょっとわかります？こっちレジェンドブルーですね。で、こう逆方向から見ると昔のライオンズのブルーなんですね。これがやっぱり今と昔のやっぱり栄光、そしてこれからの未来の栄光と、過去の栄光そして未来の栄光をしっかりこの建物にも刻みつつというとこなんですね。そして歴史が分かるように球団旗が新しい寮には掲げられているということですね。さあ、フラックスの中に入ってきました。うわー、いい建物もまたこれ素晴らしいですね。グッズがね、所狭しと置いてある感じもいいんですけど、黒を基調としてなんか大人なアパレル空間。個人的に気になったのはここの売り場ですね。オールドユニフォームがずらっと、いやー、これは嬉しいですね。欲しかったあのユニフォームが手に入ると、いやー、個人的にはこのユニフォーム大好きなんですよ。そしてサードユニフォームのラインナップもずらりと、現在のホームユニフォーム、ビジターユニフォームありますね。そして帽子、こんなにありましたっけぐらい充実してるなー。いやー、素晴らしい。お会計レジの場所ですね。あ、こっから上が吹き抜けになってる。おお、おお、ライオンズの球団旗と We are one というフラッグがかけられてます。これ2階もそっかあるということなんだ。わー、ちょっと行っちゃいますか、行っちゃいますか。ちょっと待ってよ、これ2階に行こうとしたら、あ、メモリアルな写真がずらりと掲げられてますね。おお、若かりし日の中村拓也選手、いいですね。この2008年に優勝した時のユニフォームで写ってます。うー、匠さんですね。あ、秋山選手の最多安打を放った時の京セラドームですね。これ見に行ってましたよ私。そして昨年のこの優勝写真がずらっと、いや、これ階段が上がるだけなのに大興奮ですね。上にもグッズがたくさんもちろんあるんですね。はい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 、いやー、これは広い、素晴らしいな。こっから前景が、うわ、このような感じになってますね。いや、すごい。